さあやっていきましょう。シェンムーパート54でございます。やっていきます。シェンムーパート54ということでね、もう いつまでシェンムーをやり続けるんだ俺は。おそらく12月23日に上がることでしょう、この動画はね。だんだんとクリスマスの足跡が忍び寄っている。まあシェンムー上げれるときはシェンムー上げていこうでしょ。でしょって聞くのもよくわからんけど、なんかそのシェンムーを終わらせないと次進めないよ正直。なんかいろいろあるドレミキャストのゲームを他もやりたいっていうかさ、とりあえずやらないようにしてるのね自分では。いっぱいあるのを引っ張り出してきたんだけど、このドレミキャストをさ引っ張り出してきてやらないようにしてるわけさね。電話じゃないわ時間か、そのプレイする時のために。でやったやつはプレイしていいなと思ってるから、だからバーチャルのとか時々つけてやったり、月下の剣士の時々つけてやったりはできるんだけど、でやあの実況にしたやつ以外ちょっと久しぶりにプレイしますっていうのを言いたいからさ久しぶりにやりますっていうのを言いたいから、そのためにちょっとやらないようにしてるんだけど、シェンムーがいかんせん長くて他のやつがそんなにできないという。シェンムーが長すぎる。一体いつまで俺はシェンムーをやるんだ。シェンムーは何も答えてくれない。ほんとギャルゲーやりて、やっぱギャルゲー実況者だよ俺は。うん、そんな感じがする。だらだらと話しながらさ、時々絵描きながらとか、そういう風な実況スタイルだよな自分の。持ってるスタイル、持ちスタイル、お持ちスタイル。おっと村上、今のは事故るよ。だから絶対アクションじゃない。そして格闘ゲームでもない、シューティングゲームでもおそらくないだろう。何か残るかって言ったら恋愛シミュレーションゲーム。STG シミュレーションゲームはどうなんだろうな。スパロボとかも、あ、どうなんだ、やったらあったりするのかな。スパロボ F の実況をねやろうかなーと、そんなことは思っていたんだけどね。またバカ置いたらそこの持ってくるんだよ。喋りに集中するとミスる。やっぱダメだな。携帯電話のね、ながら運転があるじゃないですか。ながら運転ですから、かけながら運転してる人、画面見てるよりは全然安全だと思うけど、画面見てるよりはそれはなんつったらいいかな、携帯とかスマホの画面を見ながらね運転するのに比べれば、それはもちろん携帯電話をしながらの方がだと思うけどさ、だからキャッチフリーで電話できるじゃない、ハンズフリーかな、キャッチフリーってなんだよ、ハンズフリーで電話できるじゃん、大きい音量にしてとかそういう風にしてとか、イヤホンにしてとかさ電話できるけど、やっぱ半身だよね。あんまりその集中して運転はできてないっていうことが、さっきのそこから出てきたときに、このね、ラベルされてある方のコンテナを運べなかったところに如実に現れる。やっぱちょっと注意力散漫になるよ、喋りながら何事をするにしても、喋りながらちょっと注意力散漫になりますね。ねーということを言っていく。ガタ。ここんとこちょっとね、ゲームの実況のモチベーションが下がってるね自分の中で。なぜ下がってるのかというと、いまいちね、清宮シリーズの焼き付くの動画が伸びてない。いかんせんあまり伸びてない。イチローというネームバリューとかさ、その辺使った方が良かったのかな。でもやっぱ清宮っていうラベルはそんなにまだおい、なんで、お、なんで、これは物申したいところだね。時間取れないんだよ。よし、清宮ってやるよりも大谷を制作するとか、そういう風なのが良かったかもしれない、まあ、やっぱ野球選手の知名度もなかなかね、1年目のルーキーはそれはそこそこは有名かもしれないけど、そこから活躍しないとね、
成績もそうだけど、やっぱメディアの露出も含め、言動とかさ、まあ成績もだし、タイトルも取っていくってことで、それで有名になっていくわけで、まあ1年目のルーキーなんてのは、それはまあまだまだ、ケツの多い若そうですよ。謎の発言を繰り返してる、さっきから。シェンムーも、なっていく。ただ、シェンムーは早めに終わらして、なんかその、実況のスタイルじゃないけど、大型実況をしてる合間に、息抜きゲームを挟んでいくっていう風なスタイルでやりたいのに、シェンムーが大型すぎて他のところがなかなかその手つけられんというか、ついでにニューニュー上げてるじゃない、スーパーマグネチックニューニューの実験も上げてます。どうぞ皆さん、スーパーマグネチックニューニューの実況を見ていただきたいんですけれども、スーパーマグネチックニューニューの実況も上げてるんだけど、あっちも重いんだよ結局ね。重いの2つ抱えるとちょっとダメだな、違うな、それは並行して動画上げてるのってなんか浮気してるみたいで、正直そんなにどうかなって思ったりもするんだけど、一つを完結させてから来なさいよというかさ、そういう部分もあるじゃないと、その例えば YouTube とかだったらさ、こっちは興味あるけどこっちは興味ないよみたいな人もいるかもしれないわけじゃない。シェンムーはまあ興味あるけど、まずシェンムーは興味あるけどって人はいないと思うけど、その一時期にね、毎日通知が来るんだったらまあその面白ちょっと見たいゲームのやつと見たあんまり興味ないやつをその陰と陽を対極させる、対比させるじゃないけど、そういう感じでね、塩味と砂糖味みたいな感じでちょっと毛色の違うのを上げていった方がいいのかなというふうなことを考えて、わざとあえてね、この浮気みたいな感じ、こっち上げたらあっちを上げてみたいなことをしてるわけだけども、だからシェンムーも上げつつ、スーパーマグネチックニューニューも上げるという、まあちょっとどっちつかずな実況を上げているんだけども、どちらかというとシェンムーがこんだけ重いと、もうちょい軽いの入れたいよな。スーパーマグネチックニューニューはそんなに軽くないし、あれ実は重い、取れ高が悪いっていうか、また何か運んでる途中に、なんだ、またやつらか、あいつら引け、おい何してんだお前らってフォークリフトで話しかけるんですか。シュールだろこの絵面、これサムネにしよう。お前ら何をやってる、 いや聞きたいことがある。警察を知ってるな、何のことだ。そんなん、もう道のど真ん中で、そんなもん知らないね。おい待て、どうされたろ、また左とか右とか A とか B とか押すやつだろ。 OK B、押したぞ今。Hey Bob, help! Hey Bob, help! I'll take care of him. 全部食らっとる。ちょっと。まだ終えるのこれ。こっちのは紫の方多いよ。外人多いな、おい。A か B か。OK。OK。意外にいけそう。おい、あれは。ちょっと。おい。事件だろ、こりゃ。難しいよ。どうせもう一回だな。投げって、あいつら、もう一回これを始めからか。お前ら、銃殺を知っているな。
きたいことがある。聞きたいことがあるからだった。流札を知ってるな。何のことだ。とぼけるな。そんなもの。この知らない。右のやつこう。おい待て。まず左。そして A か B か B だな。よし。よし。そっちかい。すげえ避け方した。A かな。左王座左。Hey Pedro. Hey Pedro. おお今の超反射。超反射。マニオタかのは最後のワンミス以外で逃げとる。おい、すごいな、こんな屈強な外人さんを。流札の日はいつだ。知らないよ。腕をへし折られたいのか。本当に知らないね。マッドエンジェルズのボスしか知らないよ。ボスは誰だ。ボスは誰だ。テリーだ。テリーテリーテリー、お願いよ。ミが喋ったこと誰にも言わないでくれ。でないと海に沈められる。なれる。そいつはどこにいる。知らない。本当テリーはとても用心深いよ。マッドエンジェルスのボスのテリーを探すみたいな話になるんだろう。こんなあの下っ端のやつ、下っ端のやつがまあ割とマッドエンジェルスの中に食い込んでるやつがさ、そのテリーの存在を知らないんだったら、もう誰も知らんだろう、その辺に聞いたってさ。なんならトムって言ってくれるよな。マッドエンジェルスのボスはトムだって言ってくれたら、もうその、あのハンバーガー襲撃する。ご苦労さん。まだ、はい、ありがとうございます。ああ、ちょっと。え、はい。さっきあんたに客が来たよ。どれも達成できたのかな。失敗した。背広を着た若い男でな、あんたにこれを渡してくれって。起床では。どうも。マッドエンジェルスがお前を狙っている。注意しろ。起床か。起床か。そうか、流札のことを。陳大臣なら何か知ってるか。うん、これは向かうべきでしょうね。電話かけて、とりあえず行ってみよう。今日ノルマ達成したのかな。10個でしょ。いけてない気がするんだが。あ、もう第8投稿に行くのね、いきなり。葉月。陳大臣、流札の日、乱亭は来るのですか。なぜお前が流札のことを。本当だ、マッドエンジェルスを締め上げて聞いた。締め上げて聞いた。で、乱亭は締め上げて聞いたとかって言ったら、それはマッドエンジェルスから関係ない。関係ないし、奴らと取引するのは私有門の下部組織だ。下部組織だ。だがテリーたちは乱亭を沖の母船まで運ぶ手配をしている。奴は大幹部の乱亭を案内して私有門に有利に取り入るつもりだ、あなた方が流札を阻止しようとしていることをテリーたちはすでに掴んでいる。我々が扱うには主に高価な書画、骨董や宝石類だが、テリーたちは薬に手を染めている。今度の大掛かりなにはそれだ。ほう。奴らをのさばらせておけば俺たちのマーケットは壊滅だ。そうか、言うほど競合しないんじゃない。我らのルートを荒らされれば中国の仲間にも迷惑がかかる。さあもう分かっただろう。巻き込まれないうちに帰れ。協力させてくれ。そういうことない。君のような若者には手に負えんことだ。流札の日を教えてください。それは言えない。言えない。だが時期を待て。私の忠告に従えば悪いようにはしない。父さん。父さん。仮にも
修験達が私を頼れと手紙をよこした男の息子だ。今日はこのまま帰りたまえ。帰っていいかな。じゃあ帰りますよ。わかりました。ひとまず引き上げます。君が無駄に命を落とすことお父上は望んではおるまい。まあほんまよな。賃貸人がなんかあれだな、クリスマスのサンタみたいな格好したな今。気のせい、気のせいですね。もう帰れいいよなこれ今日は。ポン。特に何の、特に何のあれもないでしょう。帰っていいでしょう。トム。はい。相変わらず元気そうだな。Very fine ね。いや、ま、何の情報も得られない。ハニーさん。はい、リオ。あの。お腹、何か。すいません。海洋がなんか凡庸なものになってるな。つまり、ちょっとまた聞くことが変わったというか。おじさん、おじさん、悪いが今、ま、うん、誰に話を聞きゃいいんだろう。誰に。ここでもない気がするしな。テリー、テリー、テリー。はい。あの、悪い。ロードワークの途中なんだ。そうか、ボクサーか。帰るかな。今日はもう16分だし、帰るかな。すいません。どうしました。テリーという人、常に日坂さんにも話しかけていくか。道すがら誰か何かイベントでも起こるかもしれないし、それを期待して。日坂さん、こんにちは。日坂さんに話したらもう帰ろう。もう帰ろう。今日はもう帰ろう。まだ働いてるやつがいる。誰だ今の。あの、いらっしゃい。店。そうだ、そうです。会話が、え、会話が進まない。あのちょっといいですか。急いで行くところがあるんで後にしてもらえ。警備員が急いで、ね、どうする。浮かれヤンキーがおるな。おい、ゴロ、ゴロ、あ、どう。今いいか。後じゃまずいっすか今。じゃあみんな用事がある。これも帰った方がいいな。特に聞くことがほんとないようだ。帰ろう。急いで帰ろう。ダッシュで帰ろう。帰ったら帰ったでまたあれだけどな。時間潰しをしないと寝れないんだけど。帰れる。帰れる。帰れるね。ほんとにもう今日は特になんかない感じで。ない感じですね。うん。まあそんなもんだけどな。いつも日常っていうのはそんなもんだ。こともなし、こともなし。カチ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 。バス。なんか乗り物乗るよりもさ、歩きたくない？その感覚ってわからん。自分だけの感覚かもしれない。できる限り歩きたいみたいなところ。バスとか使うぐらいだったら、たとえ時間がかかったとしても。遠回りしたいみたいな。遠回りっつかなんか自分の足で行きたいっていう。街とかだったらバスはなかなか乗れないんだよな。絶対楽なんだけどさ、なかなかバスとか乗れないわ。歩きたくなっちゃう。それぐらいの距離だなっていう。なんか100円とか200円とかお金の問題じゃなくなんか歩きたいんだよ。それはもう多分人にはあまり理解されない感情なんだと思うね。電車一駅とかはまあさすがに無理だけどさ、歩けないけど、バスぐらいだったらなんか歩けんじゃねっていう感じがしてしまって、つい。お、田島じゃねえか。久しぶり。田島。あれ、中村もいる。あの、ね、のぞみのことなんだけど。はい。この頃また元気ないのよ。そうかい。聞いても教えてくれないし。その話は前も聞いた。カナダに行くんだろう。知ってるよ。中村。中村。何？何してたんだ。何してたんだ。ブラブラしてるの、息抜きに。いつも遅くまで勉強してるから。大変だね。そうか。将来ね。はいはい、その話もまだ。小さい子好きなんだ、ああ。小さい子好きだからとかってそういうのってさ、女の子だから言えるよな。
男がそれ言ったらさ、即座に乗り込んだっつって言われるわけだろ。たとえそうじゃなかったとしてもだ。それってなんかずるくないですかって気が。何を言おうとは言おうかよからんけどな。でも小さい子は可愛いよな。それをただそう言っただけでさ、ロリコン扱いはおかしいと思うんだ。訴えていく、世論に訴えていく。原崎、あれいない、原崎。おいばあさん、原崎を知らねえか。すいません。おやおや、あのリオです。ポケットに。あ、そうです。じゃあね、原崎がいない、この今肩着に見えない人がいたな。あの悪いが話は後だ。行こう、一旦もうこれは帰ろう。このパートはだいたい1日が 3パートになる。ここのところのパターンとは違って1日が2パートで終わりそうだ。そういうパート待ってていいでしょうね。まあそういうパート待っていいでしょう。今日このまま寝ます、帰って寝ます。まあ、まあ、一応陳大臣と話をしたり、テリーだったか外人を追いかけたりはしたね。そういうことはあった。川崎いねえかな。いないね、原崎がいないね。おばあさん、掃除中かい。あんたって子は本当にあのイガグリリョ。もううるせえ。うるせえ。みーん。さっ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 とかき混ぜまして。さっ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 と広島の人しか知らない CM の曲。丸く丸く徳川でって食ったことないお好み焼き屋さんの CM。 外出中かな。こうやって出る人いるのかな。コンコン叩いて近くとも中村の顔はわかるからさ、一回ぐらいコンコンってしたら、あ、そうか、あ、でも、あ、そうかって今思いついたのは、原崎の家とかどこなんだろうな。つけたら、あれするんだろうか。原崎のアパートまで行けるんだろうか。それとも、あの間のあの、フラワーショップはそのまま住居兼お店なのかな。最近福さんともな、手合わせしてないしな。こんだけしゃがり気働いてさ、まだ3万何がしか金が貯まってないっていうのもちょっと驚きだわ。お金稼ぎの厳しさをまざまざと見せつけている。クサと話そう。てんてんてんててんから、福さん、福さん、りょうさん、なるべく早く。ああ会話がステレオマシンとかしてる。イネさんが今向こうから見てたよ。どうした、イネさん。イネさん、リオさん、なるべく早く申します。わかった、それじゃあ。はい、特に何事もなし。寝よ、帰って寝ます。もう今日はおとなしく寝ます。8時から8時十分寝ていいでしょう。8時ならまだ寝られない。どうしようどうしよう。これからの1時間は厳しい1時間になるぞ。これからの1時間はおトイレで用を足す1時間ほど、用を足す1時間。なんでこんなの作ったの。しかもちゃんと穴になってないし、ちゃんと作り込めてないし。この空間はさ、ちゃんと作り込むべきでしょう。中途半端な作りをしちゃいかんと思うが。A ボタン、やっぱこっちか。電気もついてないしな。暗い。暗いな。暗いな。
もうこれぐらい暗いとさ、あんま見えないよな、動画の方では特に。まだ幾分このゲームプレイの方では明るいんだけど、何かあるわけでもなし。手でも合わせるか、仏壇に。これぐらいしかすることがもうない。親父、俺香港に行く。やめろ亮、友を守るべき友をみたいな。絶対敵討ってほしいと思ってないから親父はな、まあ、絶対とは言い切れんけどな。武闘家の武闘家だから、もしかしたらそんなこと思ってるかもしれんけど親父の方も。ここ変だなと思ったんだけど、そうでもないか。この作りが変だなと一瞬思ったんだけど、時間潰せんな。30分、これで無駄にパートが30分のパートになっちまった。その30分にするにしてもだな、もうちょっと身がある30分にしないと、もうちょっと身のある30分にしないと。これはちょっと、もしもこれがテレビなら怒られてしまうわ。こんなテレビないけども。また全然関係なくもない話なんだけど、2倍速ができるよね、YouTube って。あの、設定のところから。シェムはね、2倍速で見るぐらいがちょうどいい。と思います。特にこういう何もないパートではね、ゆっくり俺が喋ればいいんだろう。ゆっくり喋って、で2倍速に合うようなそんな動画にする手もありますよね。もうちょっと行くじ、もうちょっと、もうちょっと冷蔵庫の中チェック。葉月さんちの冷蔵庫チェック。アイスクリームないかな。ないね。下なんか食べるもんないかな。ないね。猫もいなかったしな。いなかったしって確認してなかったけど、することがね。原崎に打電かけよう。ゼロ。原崎に打電かけよう。六。八。22。046822の5508。はい。あれ？誰も出ないな。おろ。寝るか。したら寝るか。よし寝られる。よし。おい、じゃあここまでにします。シェムパート54でした。なかなかね、後ろの方何もない感じで。下っちゃいましたけど、まあしょうがない。これがシェンムーですから。シェンムー、ありのままのシェンムーを実況していますんでね。すいませんけど、これで許してください。ほいじゃあまた次回パート55。もう大台だな。大台じゃないな。55っていうキリのいい松井の背番号ナンバーだな。55でお会いしましょう。ほなまた。